はい、どうもこちら渡辺です、今日はですねこちらになるんですけども、こちらがですねシャープの新型テレビのですねアクオス XRED EP1 っていうですね、新製品となっております。でこちらをですね今回レビューをしていきたいと思います。個人的にはこのシャープのですね家電製品とかをですね結構いろいろとね自宅でも使ってまして、うちではですね冷蔵庫ですね、プラズマクラスター冷蔵庫とか使ってますが、今回はですねうちのチャンネルでは初めてシャープのテレビのレビューということになります。実はですねシャープのアクオスのテレビですね、実際にこの自宅に置いて使うっていうのは初めてなんですよ。特に最近のアクオスってどんな感じなのかっていうところで、実際に視聴してみた印象とどんな機能があるのかっていうところを紹介してみようと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでまずですねこのテレビで一番大事なところっていうと、やっぱりですねこのディスプレイがどれだけ綺麗かっていうところですよね。でそこに関して今回のモデルは XRED 高画質技術を採用しているということで、より現実に近づけるために光の明暗と色にこだわって作られています。シャープでは実はですねミニ LED のねテレビ、こちらを2021年から発売してきたということで、それからですねどんどんとこのブラッシュアップを続けていって、今回のモデルはミニ LED バックライトと新素材の量子ドット半導体によってなんとですねこれまでの3倍以上の輝きと約 20% 向上した色再現範囲を実現しているということです。最近のテレビは大きく分けて液晶テレビと有機 EL があります。でよく言われるこのミニ LED っていうのはこの液晶テレビのことになるんですが、有機 EL に匹敵するこの黒の引き締まりですね、こちらも持っていながらなおかつ明るいっていうのがメリットになります。なのでこのリビングとかで使うときに結構ですね光とかってこの窓から入ってきたりするんですよ。でこの明るい環境のこのリビングとかでテレビを見るときに、そのテレビ自体を綺麗に見るためにはテレビ自体のですね明るさっていうところもめっちゃ大事になってくるんですよ。特にそういったリビングとか環境光が多く入る環境ではミニ LED の明るさもあると、今もねこの明るい日中に撮影してますけども、こういう明るい時間帯でもくっきり映像が見れるっていうところがメリットになります。ただもちろんですねこの有機 EL には有機 EL のメリットもあるので、特に寝室とかですねあんまりこのね明るくならない環境でメインに使うっていう場合は有機 EL テレビもおすすめということになります。はい、で今回ですねお借りしてレビューしているモデルこちらになるんですけども、まず解像度はもちろん 4K 対応しております。でちょうどこちらのサイズがですね65インチっていう、ね、サイズ感になっております。最近のですねこのリビングとかに設置する大きさとしては、トレンドのサイズ感なのかなっていうふうには思います。で実はですねこちらのモデルなんですけども、サイズの展開が、かなり幅広くなっておりまして、なんとですね55インチから75インチまで5インチ刻みでサイズをですね選ぶことができます。なのでこの置く場所に合ったサイズをですね選ぶことができるっていうところがまずねこのモデルのメリットでもあります。ちなみにちょっと映像を見ても分かる通りですねベゼルはめちゃくちゃ薄くて、もうね実際映像を流しているとほぼ全画面っていう風に感じるようなデザインになってます。はい、ということでちょっとね実際に映像の方ですね見ながらちょっとリアクションしていこうと思うんですけども、めちゃめちゃ綺麗で、この人の肌の質感とかですねそういうところもきめ細かに出てますし、やっぱり黒は本当に真っ黒で表現されてます。でさらにですねこの光の輝きっていうところがめちゃめちゃリアルで、特にこの映像の中で太陽の光とかが出てきたらマジで実際にですね太陽の光を見てるかのように感じるぐらいですねこの光の発色がね、場面に合わせてかなりリアルに出てきます。今実際ちょっとコンテンツの方見ながらですねちょっとトークしてみたんですけど、マジですごいです。映画とか見るときにかなりこれはね感動できるんじゃないかなと思います。今のアクオスってこんなすごかったのかっていうのを、かなり、実感できてます。でなんでこんなに綺麗なのかっていうところで、その仕組みについてお話しすると、まずはですねアクティブミニ LED 駆動とその駆動を支える、フレアブライトネス回路がですね太陽の光とかが出たときに眩しさを感じるぐらいのこの輝きを再現しているので、こういった映像表現ができているということです。輝きとかこの眩しさって
っていうふうに言うんですけど、この画面全体がブワッと明るくて目がっていうふうになるわけじゃないです。しっかりとその場面に合わせて一部だけを明るくね、リアルに再現したりとかっていうことができてるんですね。なので映像に対するこの没入感みたいなところがかなり高いなというふうに感じます。それから色表現もですね、かなり綺麗だなっていうふうに感じるんですが、こちらですね、量子ドットリッチカラーによって、要はですね、映像を構成する青と緑と赤の光純度を高めて色域をですね、広げているということです。でさらにですね、この AI も活用して色再現も行っているので、めちゃめちゃリアルに感じるっていうところですね。で今回のモデルはこのメダリスト S4X っていうですね、画像処理エンジンの機能としてですね、ちょうどこの今見ている番組をですね、この判別して画質の方をですね、最適化してくれます。画質を最適化する AI プロセッサーと、この見ている部屋のこの明るさに合わせて自動調整をする環境センシングが搭載されています。なので基本的にはですね、このオートで使っておけば、どの部屋でも最適なね、状態で映像を見ることができるということですね。なので、映像に関してもちろん個別の設定できますが、特にね、気にする必要なく、電源つけてね、見たいコンテンツを見れば、最適な環境で見られますよということです。はい、そんな感じですね。まずディスプレイめちゃめちゃすごいなっていうのをリアルに体感しているわけですが、今回のモデルですね、すごいのはディスプレイだけではありません。やっぱりですね、テレビの内蔵スピーカーも大事ですよね。自分の場合はですね、音にもすごいこだわりたいので、やっぱりね、リビングで使うとなるとサウンドバーを設置したりとか、立体的な音響でね、映画を楽しんだりとか、映画を楽しむ時にこの俳優さんのですね、声をしっかりと聞き取れるかとか、ゲームをする時に、迫力の音声でゲームができるかとかね、そういうところもすごい大事だと思ってますが、必ずしもですね、どこにでもこのサウンドバーを設置できるっていうわけじゃないですよね。特に最近だとこの壁掛けテレビでテレビを設置するっていう場合もあると思います。で壁掛けテレビでテレビを設置すると、サウンドバーを、ね、設置するのはちょっと難しいっていう場面もあると思います。そういう時にですね、このテレビ自体のスピーカーがですね、優秀だと、サウンドバーなしでもですね、十分満足できるぐらいの音響でですね、映画を見たりとかテレビを見たりとか、ゲームを、ね、したりとかっていうことができるようになります。今回のモデルはアラウンドスピーカーシステムプラスっていうものが入ってます。でこちらですね、この画面の下部に加えて、画面背面の上部にですね、高音域ツイーター、中低音域ミッドレンジを搭載することによって、音の定位をですね、情報に移動させて映像と音声の一体感を出すようになってますということです。でさらにですね、ちょっとね、実際見ると分かるんですが、このハイトスピーカーを20度前傾させて音を放出することで、クリアな音質と音に包み込まれるようなこの立体音響を実現しているということです。実際にスピーカーの方で流せるコンテンツの方を流してみますので、音の方をチェックしてみてください。こんな感じです。はい、どうですかね。今回は流すことができる、ライブ音源ですね、こちらを流してみたんですけども、普通に映画とかを見てみても、本当サウンドバーなしでもかなりですね、この立体感ですね、この戦闘機がですね、この前から後ろにブンって通り過ぎる時の、通り過ぎる瞬間の音とかもですね、めちゃめちゃリアルに再現されてますし、爆発音とかですね、低音域っていうところもかなりしっかりと出てますので、リアルさと迫力がね、すごい感じられます。でもちろんですね、このドルビーアトモスに対応してますので、対応コンテンツを見るときには、さらにですね、立体感を感じることができるということになります。正直なところ、これだけの音質があるんだったら、サウンドバーなしでもですね、映画を見て十分ね、満足できるぐらいの品質があるなっていうふうに感じられます。ちなみにですね、今回のモデル、もちろんですね、こちらのリモコンがあるんですけども、Google TV が内蔵されておりますということで、ホームボタンを押していくとですね、すぐにこの Google TV のね、画面の方に移っていって、アプリをね、選択していったりとか、見たいコンテンツをサクッと見ることができます。例えば Netflix とか、YouTube、Amazon プライムビデオ、
それから Unext なんかももちろん対応しております。で、まあ、Google TV が入っていてこのアプリを追加できるので結構マニアックなアプリとかですね、そういったものもインストールすることができるので、まあ、このテレビ1台あるだけでもこのストリーミングコンテンツとかですね、十分楽しめると思います。じゃあこちらのテレビは音声操作にも対応してますので、まあ、音声の方で見たいコンテンツを喋ってですね、まあ、すぐにそのコンテンツの方に移動して使うっていうことも可能になっています。でさらにですね、この Google アカウントの方でログインをしていけば、まあ、自分の興味があるですね、おすすめコンテンツ、こちらがまあ表示されますので、まあ、例えば出たばっかりの新作コンテンツで、ちょっと気になっていたんだよなっていうものをすぐに発見してね、見るっていうことができるようになっています。でこのテレビの本体に内蔵マイクがついてまして、音声検索もこのテレビの操作っていうのも本体の内蔵マイクからできるようになってます。でさらにですね、ちょっと面白いのが市販のですね USB カメラを接続するとビデオ通話することができます。はい、なので、まあ、テレビでビデオ通話をするってことは、まあ、相手の顔がテレビに出てきますので、まあ、そこにいるかのような感覚で、まあ、通話ができるということですね。これなかなか面白いと思います。でさらにこだわりのポイントとしましてですね、こちら回転式のスタンドがついてます。なのでこれ実際触ってみてですね、めちゃくちゃ滑らかに動くし、この視聴の位置をですね、まあ、気軽にね変更できるっていうところで、この付属のスタンドもですね、まあ、かなり使いやすいなっていうふうに思います。であと視聴位置を調整できるだけじゃなくて、まあ、回転できるので、まあ、テレビ周りの、ね、掃除とかも、ね、しやすいのかなというふうに思います。であとは、ね、こちら Wi-Fi 6にも対応してますので、まあ、ストリーミングコンテンツを、まあ、Wi-Fi 接続で使うときも、まあ、快適に使えますよというところですね。はい、ということで今日はこんな感じですね。新型 Aquos の XLED EP1 っていうモデルについてレビューをしてみました。まあ、実際使ってみての感想としては映像がめちゃくちゃ綺麗っていうところですね。さらに明るさもすごくて明るいリビングでも使いやすい。でさらにポイントが内蔵スピーカーがめちゃめちゃ優秀なのでサウンドバーいらずで使えますよというところ。まあ、その他テレビ本体に Google TV が内蔵されてますので、これ1台あればコンテンツをね十分楽しめますと。まあ、詳細は概要欄に貼っておきますので、ちょっと新型テレビ気になるという方はねチェックしてみてください。ちなみに実は今回ですね、シャープ公式の YouTube チャンネルの方に、実は自分がね出演させていただきました。まるごとシャープっていう番組名になるんですけども、この番組ではですね、まあ、いろんなシャープ製品に関する、まあ、裏話とかもね聞けるみたいです。まあ、今回はそちらにね出演されているタレントさんの方と一緒にですね、シャープのご担当者さんにアクオスについて聞いてみました。そちらもすでに公開されてますので、よければですねそちらも見ていただければと思います。ということで、今日こんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。